リサイクル用に固められた缶スクラップとは、こま切れ、こま切れにする、こま切れになってしまったという状態を意味する英語である。本校では特に金属製品の廃棄物や、金属製品の製造工程で生じる廃金属について説明する。俗語用法として、大きく損傷して、修理再生の見込みがなくなった、機械製品を指して、スクラップと通称することがある。 廃金属以外の意味としては、雑誌や新聞、写真を細切れにして、ノートなどにまとめて貼り付けるスクラップブックがある。鉄、アルミニウム、銅、鈴などのスクラップは回収して、当該金属の新たな原料として利用している。循環型社会を進める上で、スクラップの再利用は重要である。鉄を中心に、複数の非鉄金属やプラスチック、 ガラスなどが入り混じったものを雑品スクラップと呼ぶ。処理に手間がかかったり、再利用して作った製品の質が低下したり、再利用できない廃棄物が多く残ったりする問題がある。鉄のスクラップは、クズ鉄とも言う。鉄鉱石と同様、重要な製鉄原料である。鉄スクラップは、電気炉によって、再び鋼鉄へとリサイクルされる。航路を持たない電路メーカーが、 鉄スクラップを原料とする。しかし、鉄スクラップを原料とした鋼鉄は不純物の量がやや多いため、鉄鉱石から生産された鋼鉄よりは品質が劣る。代表的な鉄スクラップとして、廃車、スチール缶がある。鉄スクラップには大きく分けて、支柱スクラップと自家発生スクラップとがあり、このうちここで一般に、鉄スクラップと言っているのは、支柱から発生する。 支中スクラップのことである。なお、次回発生スクラップは、成功会社の工程から出てくるスクラップのことで、成功の工程の中で再利用が図られており、支中に出回ることはない。日本で消費されるアルミニウムのうち、約70%は新地金であり、残りの約30%はリサイクルされたものである。アルミニウムの精錬には大量の電力を使うため、 電力価格上昇などで価格競争力が失われ、日本のアルミニウム精錬は2014年3月末で幕を閉じた。ほとんどの会社は電気料金の安いブラジルや中東などで精錬している。アルミニウムのスクラップからリサイクルして地金を作る方が貿易サイトから精錬するより価格面で有利なため、空き缶などのスクラップから再生産されている。 銅もまたスクラップ原料が多用されており、銅地金製造過程、銅製品製造過程でも主々使用されている。銅精錬においては、欧州や日本精錬が銅スクラップを多用する。かつては天炉における冷剤としての使われ方がメインであったが、昨今流加工における硫黄分の上昇、それに伴う銅製功品位の低下による銅分補填という意味合いが大きくなっている。 一方、同電線や土管、その他振動品においてもコスト削減の観点から、市中のリサイクル原料が一定量使用されている。とりわけ、王道棒においては、王道だらいことをスクラップ原料が原料の大半を占めている。携帯電話やコンピュータの接点部品として金が使われる。このような金を回収して再利用している。携帯電話、集積回路、コンピュータ、 アクセサリーなどが廃棄されたものを粉砕して精錬し、再度電子部品などの生産に使う。工場の生産過程で発生するものとは違う。社会に出回った鉄製品が廃棄されたもの。建築物に使われる鉄筋や鉄骨も含む。鉄くずの中では流通量が最も多く、電気炉メーカーの主要な購入原料となっている。元になる製品が多種多様なため、 電動メーカーにおける格付けは細かく、価格も上下の幅が大きい。金属類の加工時に出る切削くずのこと。業界では、切り粉などとも呼ばれている。旋盤機などで丸棒を加工形成したり、ネジの溝を削る時などに発生したもの。昔、主にダライワンという旋盤を使用して、金属を切削していたことにより、ダライ粉と呼ばれる。鋳物の切削粉の場合は、 ズクダライコと呼ばれ、研修企画も違う。ネジ、ボルト、ナットを作るときに発生する金属クズのこと。ありがとうございます。